ジャンキン。ジャンキン。ジャンキン、ジャン、ジャンキン、それ何？あ、そっかそっか。何かダメって。はい。今日は朝から曇り空です。暖かいんですけどね、そんなに寒くないですが、曇り空のためここは空席です。ここで甘えています。さあ、露見おじさんはパンを焼きに下におりますよ。今日の動画はいきなりいかつい機械類から始まって申し訳ありません。これはあのですね、クロケンとマオイがお世話になっている、合唱団の先生ですね、指導者の方のお誕生日のお祝いとしてですね、合唱団の団員から、カンパを募って買ったものです。これ何でしょうか。まあご存知の方多いですかね。IC レコーダーですね。これが、型番は、タスカムっていうものかな、これ。ピンとかあるね。の、AKDR11G M2 というものですね。ステレオの、録音ができるものですね。それに、こちら。なんと読めばいいの？バイブレーションスピーカー UMABVSO か0か3というやつですね。こういうものです。これ、こちらはこれそのものでは小さな音で再生されるんですけれども、これをテーブルなどにこうピタッとつけるとですね、テーブルそのものが大音量で鳴るという仕組みになっています。これ後ほどですねテストしているところもやりますが、これを、練習の時ですね、合唱団の練習の時に一回一回、録音しては聞き直すということができるようになります。まあ、あえてこういういかついものにしたというのにはちょっと理由があってですね、これほらかわいいでしょ。これはプレゼントっぽいですよね。これが、ガラス瓶の、まあお菓子なんかを入れるようなやつですかね。よく売っているものですね。これに、今、このクッション材を入れて、置いてあるんですが、この中にこれらをむき出しで入れて、カバーしてプレゼントしようと思います。もう箱は別にしといてね。この理由はですね、このスピーカーをこのガラスにくっつけるととてもいい音で鳴るんだということがネットで、書いてありました。これはまだ検証してないのでわかりませんが、もしそれでいい感じだったら、これをワンセットにしてですね、操作方法も分かりやすく、クロケンが書いて、先生に渡そうかなと。まあ多分練習の時の操作はクロケンが担当になるかと思います。録音して今の聞かせてって言われたらはいはいって言って、再生するというようなことになると思うんですが、もしも先生がね別の時に使いたいという時は説明書、とにかくこういうものの説明書っていうのは分かりにくいので、図を全部作って、先生にお渡ししたいと思っています。ということで、後ほどこの鳴っているところをですね、収録したいと思います。ちょっとこの周りは山上になっていますが、まずこの機械ですね、これを、録音して再生するというところ、細かいところは後で、やるとして録音と再生について、テストをしてみます。それにつきましてはですね、
誰からも問題視されない、文句を言われないための、同様のようなものをちょっと探しましょう。じゃあ春だから春よ来いね。じゃあ録音開始します。これポーズなんだね。一回押すとポーズ状態です。これでスタートします。春よ来い、早く来い、歩き始めたみーちゃんが、赤い花をのじょじょ吐いて、思い出たいと待っている。ジョジョって何？なんだろう、今私も思った。はい、ということでこれを一旦停止、33秒ですねのところで一旦停止、そして、停止ボタンを押します。そうすると、次の曲のスタンバイに入るということでしょうか。これを再生がですね、どうもここにスピーカーがあるように見えるんですが、押しても鳴らない。これを、さあ、ちょっと待てよ。せーの。はい。こちらですね。これもう、ごっちゃごちゃになってますけれども、このスピーカー、これに接続してみます。あとでね、綺麗な画像を作りましょう。ああ、はい、すいません。はい。これを再生します。これ違う。この次。あまり音量がないな。ジョジョって何？これだと結構大きいね。もう一回これで聞いてみようか。いい音だ。早く来い、歩き始めたみーちゃんが、赤い花をのじょじょ吐いて、思い出たいと待っている。はい、ということで、録音から再生までの、手順、これに関して、成功いたしました。あとは、きちんとした形でやるためにですね、もう一回周りの汚いものも、映らないようにして、もう一度テスト結果を出したいと思います。今日もギター教室です。7回目になるのかな。ちょっとちゃんと数えないとね、月謝払って、次の、継続というか次をやるかやらないか、やるなら何回の分をやるのかっていうのをちょっと決めなきゃいけないですね。いきます。ギター教室に通うようになったおかげで、ライブハウスにつなぎができました。そうこんにちは。
今日の練習ではですね、次の29日に、オープンマイクに出るためのちょっと悩み相談のようなことになりました。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ここ入りたかったのよね。あってた、見つかった。はい。あなたのじゃん。ポンちゃん。はい。これか。ポンちゃん。うん、猫が出てきたらすぐ行った。笑った口みたいになってるじゃん、うん、そこにさ、ニャンコが入ってて可愛い